こんにちは、いくこです。今回は福祉サービス、障害福祉サービスのことについてちょっとお話をします。私、こうちゃんが小学校の頃ももちろんずっと働いて、今もパートに行ってるんですけど、その間は学校に行ってれば問題なくて、一応職場も分かってくれているので、学校が終わる時間や学校の行事があれば自由にお休みをさせてくれるいいところなので、すごく助かってるんですけど、でも一番困るのは夏休み、冬休み、春休みはやっぱり一日家にいるので、でも、ほっとくわけにもいかないんですよね。まだ小学校なんてちっちゃいし、何をするかわからない時期なので、ちょっと他ってね、家に一人で置いて仕事に行って、その間何かあったらっていうのがやっぱり心配になってしまって、それができないので、でもね、最初の頃その福祉サービスがあることを全然知らなくて、療育手帳は取ってたんですけど、その福祉サービスを使おうっていうのも知らなかったので、普通の子が行く学童保育に行かせてたんですね。で、学童保育は各学校に一応教室一つを借りてやってるっていうのがうちの地域のやり方なんですけど、うちの学校、ね、学校終わったらそのまま違う教室に行けば学童保育でそこがあるっていう状態だったのに、お願いしたらちょっとこういう子は手がかかるので受け入れられませんって言われちゃって、先生の数も少ないし、ちょっとね、やっぱり教室も狭いしっていう風にちょっと断られちゃったんですね。そうするともう行くところがなくて、で、福祉サービス知らなかったので、もう学童保育をなんとか探そうと思って、そしたらちょっと離れたところですね、家から10分15分ぐらいかかるところにもちょっと広めの公民館みたいなところ、児童館かな、そういうとこ使ったところで学童保育をやっている場所があるということで、そちらに一応お願いに行ったというか、市でね、こっちならどうですかって言われたので、じゃあちょっとそちらでお願いしますっていう風にお願いして、で、小学校の1年生から3年生まで普通の子と一緒に学童保育に行ってました。ただその学校が終わってすぐ学童保育に行ける状況じゃないですよね。その学校からも10分か15分かかるので、なので私は仕事を2時半とかに終わってかな、学校が昼で終わるとかね、そういう日は本当にその時間に上がって一度学童保育に送って、もう一回仕事に行ってまた学童保育に迎えに行ってやっと帰れるみたいな状況で、あと夏休みとかはもちろん朝からその学童保育に預けて、で、お弁当持ちってね行って、で、仕事が終わったら迎えに行くっていう、そういう形でなんとかね1年生から3年生まで乗り切ったんですね。でもその時に福祉サービスをしてたらもっと楽だったなと思って、なのでもし地域にね、できる子ならいいんですけどね、行ける子ならね全然学童保育でもいいんですけど、ちょっと無理かなって思う子だったらもう絶対福祉サービスを利用して、せっかくねそういうのもあるので受けてみたらいいかなと思います。知ることでね得することもたくさんありますので、助けられることもたくさんありますので、ぜひちょっと地域の福祉課とかに行って調べてみてはどうでしょうか。また続きお話しします。